ノーマライゼーションは1959年にデンマークで知的障害者福祉法が成立したことで欧米社会で広く認知されるようになりました障害者を排除するのではなく障害を持っていても健常者と均等に当たり前に生活できるような社会こそが通常な社会であるという考え方であるこうした社会を実現するための取り組みをノーマライゼーションノルム、AL ・ a ール・アイアリゼーションと呼ぶすなわち バリアフリー化などの推進による障害者のこむる不自由参加制約の緩和であるこの概念はデンマークのニルスエリクバンク・ミケルセン NE ・バンク・ミケルセンにより初めて提唱されスウェーデンのベンクト・ニーレ・ビー・ニーレにより世界中に広められたまたビー・ニーレはノーマライゼーションの8つの原理として1一日のノーマルナリズム21週間のノーマルナリズム31年のノーマルナリズム 4ノーマルな成長過程5ノーマルな要求の尊重6良性のいる生活7ノーマルな経済生活8ノーマルな住環境を提唱したニーレは一時カナダ政府の委託でカナダでのノーマライゼーションの推進に寄与した現在この方向での最も進んだ法的な整備の代表例はアメリカ合衆国の 障害を持つアメリカ人法アダ法であるなおアメリカではノーマライゼーションは黒人と白人の対等の権利を語る場面で用いられ障害者と健常者の間の垣根の撤廃についてはメインストリーム主流化という表現を用いるアダ法の特徴は差別の禁止で貫かれていることである日本でも一般化してきた設備や交通機関のバリアフリー化といったハードウェアの改良のほか 職能訓練などにより社会で自立できる制度の充実も含まれるそのような中で行政側からも施設政策のみでは社会の生産力を削ぎ福祉費用を増大させるとした見解が起こり始め日本では2003年4月より支援費制度が導入された補足メインストリームとは1970年代からインテグレーションからメインストリーミングという言葉を使うようになった障害児が 一般のの学学校にに入り障害のない児童ととともぶこと補足2インテグレーションとはすべての教育活動を騒がいのない児童とともに行うこと補足3インクルージョンとは1980年代のアメリカにおいて障害児教育の分野で包括教育として普及した理念です統合教育と訳される言葉にインテグレーションがあるのは前述の通りですよって インクルージョンを包括教育と訳すことで両者を区別していますインテグレーションとの大きな違いは障害児が学校で過ごす大半を普通学級で過ごす点です初等教育や中等教育における多くの時間を普通学級で過ごせる権利を障害児が持つことはインクルージョンならではの概念ですリハビリについての時系列をまとめてみたまず1942年全米リハビリテション協議会 1943年は全米リハビリテーション協議会による定義リハビリテーションとは騒がい者が可能な限り身体精神社会的及び経済的に最高限度の有用性を獲得するよう回復させることとされた1968年スイスのジュネーブにおいて医学的リハビリテーション専門会委員会を開催1969年には WHO 専門報告書において 医学的リハビリテーション、社会リハビリテーション、教育リハビリテーション、職業リハビリテーションの定義を明らかにした。リハビリテーションとは、医学的、社会的、教育的、職業的手段を組み合わせ、かつ、相互に調整して、訓練あるいは再訓練することによって、沢が鋳物の機能的能力を可能な最高レベルに達成しめることであるとされた。この定義によって、 リハビリテーションの4分野として医学的リハビリテーション社会リハビリテーション教育リハビリテーション職業リハビリテーションが明確化された国連による障害者の人権に関わる取り組みとして5つ暗記する必要がある1971年知的障害者の権利宣言1975年障害者の権利宣言身体障害者知的障害者 精神障害者を含む全ての障害者の権利に関する決議権利は7つある1年齢相応の生活を送る権利2市民権及び政治的権利3自立するための施策を受ける権利4医療教育職業訓練リハビリテーションなどのサービスを受ける権利5経済的社会的保障を受ける権利6特別なニーズが考慮される権利7 家族とともに生活をする権利参考文献・六定手話通訳技能認定試験傾向と対策